どうしたの？ミサの方こそどうしたんだ？え？いつもはお兄たんなんて呼ばないくせに急に海外意識して気持ち悪いぞ。さては何かねだるつもりか？それとも俺に何か後ろめたいことでもあるのか？嫌だなお兄たん、ミサはいつもこんな。もしかしてこの前俺の目の前でおならしたこと帳消しにするつもりじゃ？ダメよミサちゃん、客のジョークにマジギレしちゃう。まあ嫌なジョークですけどね。嫌だなお兄たん、ミサおならなんてしてないよ。はい、お水。それどこの水？お兄たんアルプスの水がいい。汲んできて。またそんなわがまま言って、ミサを困らせないでお兄たん。それより今日は何にする？ミサのおすすめはオムライス。お兄たん、オマールエビのロースト、赤ワインソースとフォアグラのポワレ、サマートリュフ添えがいい。またそんな無茶ばっかり。ミサを困らせないでって言ってるのに。ミサの方こそあれもできないこれもできないってわがまま言ってダメじゃん。おまけにおならまでしてないって嘘つくし。だからしてないって言ってるだろ、この変態バカ兄貴。やっちゃった。